そうか。そっかそっか。ここっすね。ここでしょ。1234567。1234567。いや違うな。ほうほう。こういうことでしょ。ん？待て。ここか。オッケーオッケーオッケー。1234567。オッケー。絨毯の下に何かがある。で、破いた？鍵のかけら手に入れた。やった。この謎解き面白いな。WH さんの謎解きって面白いよね。なんか BGM を使った謎解きだったり、なんか耳に訴えかけてくるな。これ面白いな。半分にされてる鍵。このかけらとは違うのか。面白い。おしゃれだよな、すごい。謎解きの仕方が。すごい、五感に訴えてくるよね。訴えかけて。こっちやったな、じゃあ。覚醒してた。7歩だから7回音が鳴ればいいんじゃないかなと思って。お客様へ、何かご不明な点や異様なものがありましたら、部屋に付きの、部屋付きのメイドにお申し付けください。また、こちらの部屋へ水の持ち込みはご遠慮ください。水持ってこいと。今日の俺は一味違うぜ。多分、調子に乗ってる。特に何もない。水の持ち込みはダメ。あ、これ被った本が。なんで水ダメなんだ？あ、まあ、あぶ！びっくりした！ふむ、面倒なのが出ましたね。セーブしてない。どこからでも決定ボタンで攻撃出せます。またキャンセルボタンで魔法の変更できます。どの魔法を使いますか？水の魔法で。あぶ！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 危ない。そういうことか。一回ダメージ食らっちゃった。そういうことか。ね、水の持ち込みダメだから水ってことですよね。なあちゃんいらっしゃい。鍵のかけらゲット。ほう。鍵のかけらって何個いるんだこれ。セーブしとこう。何回セーブするんだっていう。よしよし。戦闘が結構多いのかな、今作は。前作は、おっと、手形ついてる。戦闘はそんな多くなかったが、鏡の国の魔法使いという小説がある。王女の危機を無事に救うことができた彼は、やっと仕事が終わったと胸をなで下ろした。これでこの使いとはお別れとなる。過去に戻ってきた時は通常の時計を使ったが、今いる場所は鏡の国である。未来に戻るには同じように鏡を向けるにしても違う条件の時計が必要となる。さて、面倒だが時計を探さねば。魔法使いは下の時代に戻るため、元の時代に戻るために、時計を探しに町へと繰り出した。町に行かなきゃいけないのか。でもこれ下の時代だよね。元の時代って読めばいいのかこれ。元って、元の元じゃないのか。行きましょう。俺漢字読めないからそんな突っ込まないようにしよう。あんまり恥を見るんで。あ、かけらかけてる。花がある。気になるものはない。あれ、属性間違ったら死ぬのかな。ノーダメージとか。古くなった本がない。よし。セーブして、もうここないよね。じゃ左側行こうか。左側行って、探索終わったら、また上に登っていこう。でも街に行かなきゃいけない可能性が出てきたけど。広い化粧室だ。まじゃあ血が出てきた。汚ねえな。汚れてるよ、あんなの。鏡の意味がないよ。気になるものはない。突然汚れるよね。ホラーゲームって鏡をさ、鏡に何か恨みでもあるのか。めっちゃ光ってるが僕は無視する。あれはダメか、入れないよな。お風呂冷めてる。鍵のようなものが落ちているが遠くて届かない。何かで引き寄せられませんかね。例えば磁石のような。磁石の魔法、磁石の魔法はないのか。使えねえな使えねえな。磁石の魔法も使えないと。火がついていて暖かい。消そう。ダメか。時は止まっている。
俺が時を止めた。火がついていた。切り札と鉄製のスプーンが置いてある。このスプーン何かに使えそうですね。ティースプーン手に入れた。これ金属。これで引き寄せるみたいな感じかな。まあ、いい声いらっしゃい。寝る方はおやすみ。おやすみ。左行く？鍵開けた。あ、何？行けたのか。あばあ！棚がある。どの引き出しを開けようか。え、待って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 。えらいこれ。台所かな？ここキッチン？これかぶってる。なんか開けるやつを間違えたらダメージ食らうよね、絶対。あ、説明文読もうか。例のものの保管場所は、重いか軽いかでは軽いに近い。重いか軽いかでは軽いに近い。中間ってこと。逆さにしても使えるが、意味が変化してしまう。鏡に映しても大丈夫。え？スプーン？うんぷす。うんすぷ。うんすぷ。ぷす、ぷ、うんぷすか。どういうことだ？逆さに読んでも読める意味が違うってこと？何の話をしてるんだ？古くなったお酒。さっきのあとなんて、どういう意味なんだ？あ、古くなった食材が置いてある、食べない方が良さそうだ。まあ、賢明ですよね。うごめいている袋。シンメトリーってこと？じゃあ行きますか。調べたくないが。棚からどの引き出しを開けようか。ちょ、待って。スプーンってサジのこと。時差ってこと。英語のアルファベットのことなのかな。ちょっと待ってよ。重いか軽いかでは軽いに近い。逆さにしても使えるが意味が変化してしまう。あ、これアルファベットのことかな。鏡に映しても大丈夫。これ B か D じゃない？違う？待って。D だな。D じゃないか？ D でしょ？ D ってね、こう、小文字はさ、こう書くじゃないですか。これ、これを書くじゃないですか。で、鏡に映したら B になる。B になって、あの、逆さにすると Q になるみたいなことでしょ？そういうことでしょ？ Q。で、逆さにしたら、え、大文字のことなの？これ。大文字じゃないといけないの？嘘？これ小文字じゃなかった？ああ、大文字か。え、じゃあ待って、どういうことだ？じゃあ、ちょっと待って、どういうことだ？軽いって小文字のことなのかな？だから、ちょっと D でやってみていい？ D。D。マサ！じゃあ、引き出しはそれだ。引き出しはそれだ。引き出し。引き出しなさられたよ。でも、大文字ってことは、大文字ってことは、M か、M なのか、M なのか、M か、M は逆さにしたら W になって、じゃあ M で。何かメモが入っている。くそー。でもさ、さっきの B もさ、まあでも意味変わるか違うのか、そっか、ちょっと、爪が甘かったっすね。なんださっきの D はいいと思ったのにな。 D、B、Q っていう3つのあれになるって。中庭の薬草に関する注意点。庭にある薬草は通常は香草として使用できるものであり、摂取量にも制限はないが、特定の果物と合わせると強力な鎮痛剤ができると。そのため果物は無断で屋敷内に持ち込まないよう厳しく管理を行うこと。お客様でお持ち込みの方がいる場合はその有無を説明し速やかにお預かりすること。この薬草から、抽出できる鎮痛剤のレシピについては以下の通りとなる。まずこの先汚れていて読めないと。そっか、赤髪に映しても意味変わらないっていうことなのか。そっかそっかそっか。鏡に映してもこれ、ごめんね、この大丈夫ってのが意味変わるけど使えるから大丈夫だと思ったんですよ。 D だとほら B になってもう大丈夫みたいな。でもちょっと頭よさげだったでしょ、その考え方。ちょっとずれてたけど。
D、D だ、D だけど逆さにしても B として使えるから大丈夫っていう、その、なんだよ、いいじゃない、褒めてくれよ、俺を。褒めろ。褒めろ、いいから俺を。つべこべ言わず褒めなさいよ。俺は褒められて伸びるタイプなんだぞ。すごいみんな、鬼の首を取ったかのような、すごい、罵倒をさ、何か磁石にできれば、何かを磁石にできれば言われてもな。頑張ってた。すごい、慰めのコメントがいっぱいで。ありがとう。ありがとうございます。なんかすごい悲しくなってきた。でもどうすればいいんだ？薬草を取りに行けばいいのか？アマさん！違う違う。こう、オッケー。セーブして、あ、待って、どうしよう。回復薬使っとこうか。オッケー。使っときました。どうせね、回復薬また手に入るからね。このゲームは難易度そんなに高くないと思うんで。よし。なんかすごいロードが、道があるが、これ何の道なんだこれ。またなんかあるんだろう、どうせ隠されたものがあるんでしょ絶対。俺わかるからね。そういうことじゃない？何この空間。落ちる方また来てね。これじゃあおいで、これじゃあおいで、おいでおいでおいで。クロちゃんの動画が今日伸びてるんだよ、すごい。おいで、本日の主役、おいで。はい、来なーい。はい、来なーい。来なかったです。呼んでも来なかったです。なんだ、こっち来ないね。こっち来ないし、こっち来ても意味なかったし。おいで、おいで。鍵かかってる。うわー、積んだー。積んだー。ちょっと進展があるまで動画的には早送りかカットか倍速か早送りです。よし。街に行くずら。外。外に行ってくる、外に。宿屋、流れ物と書いてある。いいのか、それは。この家に用はない。ないのかよ。存在する意味よ。薬屋と書いてある。いきます。オゲイ。薬をくれ、薬を。いろんな魔法道具大量にある。とりあえず全部調べるね。ここら辺に鍵が入ってるかもしれないからね。ないけど。力王の鍵みたいな。呪術を使う材料が所狭しと並べられている。呪術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 。おわ！薬屋怪しい。よいらっしゃい。いつもの回復薬か。お願いします。ほらよ。回復薬手に入れた。やった！最近こいつが市場に出なくてさ、あんまり渡せないから大事に使えよ。悪そうだな。でも、綺麗な目をしてる。綺麗な目をしてるよ。先生いらっしゃい。レポートやめてきた。大丈夫かそれは。ほら、魔法薬たくさん置いてある。俺もね、モンスターっていうね、目が覚める魔法の薬をね、飲みながら今やってるからね。今すごいハイです。ハイテンションになってる。クロちゃんもすごい泣いてるし、後ろで。でも確かに結構ね、あの感じ嫌いじゃないよ。あの感じの風貌。回復薬あります？あ、悪いけどまだ入ってない。もうちょっと待ってくれよ。これあれかな？なくなったらいくらでも補充してくれるんじゃない？ちょっと待ってね。ちょ待ってね。そんな甘くないかな？アイテム、回復薬、目の前で使う。回復薬ないですか？あります？ああちょっと待って待って。嘘でしょ？嘘でしょ？なくなったらいくらでも補充してくれるタイプの人間でしょ？そういうことなんでしょ？だから俺使ったのに目の前で。あります？ああなかったなかったー。はい、しめやかに失禁。よし、行ってくる。行ってくる。よし、ここは魔法書店と書かれている。今のは見なかった。いいね、行こう。この辺に何、この先に用はない。あれ、進展するんじゃないですか、ここに来たら。なんか時計をなんかね、時計を、あれ時計を街に探しに行けないですね。屋敷へ GO。